N 国党立花隆が壊れる書類送検で本日警視庁が NHK に対する威力業務妨害と不正競争防止法違反の容疑で N 国党の立花隆容疑者を書類送検いたしましたこの立花さん、立花容疑者ですね先日動画にてこの容疑について 全て事実です。私は犯罪者です。これからも、業務妨害をし続、し続けまくると、叫ばれていたんですけども、本日記者会見にて、都知事制への出馬を表明されておられましたが、まあ、こういった犯罪行為が続いてしまいますと、単に、立花さんが、 検挙されるだけではなくて、警察から N 国党がですね、社会運動を標榜頃であると認定される恐れもございます。また、このような事態が続いてしまいますと、大半の国民が、有権者が N 国党を応援しようと思えなくなってしまいますし、現在は、 N 国党が NHK に対して様々な犯罪行為を行っておりますけれども、N 国党の標的にされたら、誰でもですね、被害に遭う恐れがございます。実際に、立花容疑者は NHK ではなくて、N 国党の元関係者に対し、脅迫を行ったとして、すでに 書類送検されておりますけども、立花隆さん、立花容疑者ですね。残念ながら、支持率が低下し続けていて、破れかぶれになっているように見えますので、あちこちの選挙に立候補して、政治家になろうとし続けるのであれば、ぜひとも、 多くの国民から有権者の皆様から指示していただけるように、まずは最低でもご自身が引き起こした犯罪行為については、しっかりと反省をしていただいて、まあ、さらに二度と犯罪行為を行わないと確約もしていただいて、それから、 NHK に対する批判を行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。